素晴らしい。予想以上の仕上がりだ。女型の巨人、こいつは何でもできる汎用性が強み、高い機動力と持続力に加え、硬質化を交えた打撃技は凄まじい破壊力だ。範囲は狭いが、無垢の巨人を呼び寄せることもできる。レオンハートが最適だ。鎧の巨人は硬質化に特化した巨人、あの全身で体当たりすれば壁の扉も破壊できるだろう。マーレの盾となり攻撃を引き受ける巨人には我慢強いブラウンが合っている。アギトの巨人は強襲型だ。小ぶりな分最も素早く強力な爪と顎で大抵のものは砕ける。機転の利くマルセルに託した。獣の巨人は相変わらずだ。他より多少でかいってだけの巨人がまさか等級技術でここまで恐ろしい兵器になっちまうとはな。何より奴の血には秘めた力がある。車力の巨人は並外れた持続力で長期間の任務に対応できる。用途に合わせた兵装も可能で作戦の幅が広がる。判断力のあるピークで間違いないだろう。そして超大型巨人、破壊の神だ。フーバーなら使いこなせるだろう。島の悪魔どもには同情しちまうよ。ある日突然あれが殺しにやってくるんだからな。確かに新設の戦士隊は先代より能力が上。